重岡駅は、大分県佐伯市梅大畑太平にある、九州旅客鉄道日豊本線の駅である。佐伯駅から当駅終着の普通列車が2本あり、うち1本は折り返し大分駅の普通列車になる。一方、当駅から延岡方面駅の列車は午前6時47分発の普通列車1本のみであるが787系を、使用、先頭車両のみが、 利用可能であるためグリーン車も連結されている。2020年10月16日より運行開始の観光列車36プラス3では土曜日ルート緑の道で相太郎駅とともに特別停車駅となっている。駅舎に接した短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の合計2面3線を有する地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。 プラットフォームは映画、名残雪の撮影にも使用された。木造の駅本屋と便所は2006年に解体され、従来から駅前にある自治体設置便所と同デザインの待合所が建設された。ホーム内の待合所には映画のロケ地を示す看板を設置していたが、2009年上期に行われたホーム改良工事により従来の待合所は解体され、同時に看板も撤去された。 再起手梅地区の高校生の利用が多数を占める。前述のダイヤ改正で、それまで、南のベオ駅の夕方2本の普通列車が、当駅止まりになったため、折り返し普通列車は3番乗り場に止まるようになり、それに伴いホームの一部傘上げ、ミラー設置等の工事が行われた。なお、36プラス3は3番乗り場に停車するが、全3両のドアのみ開閉する。 無人駅で改札はなく、切符収札箱がある。ありがとうございます。